とは商品の買い替えのサイクルっていうのもありますね。リピートするまでの期間だと思ってください。これ当たり前の話をします。消費財は早く、高いものであれば高いほど長いです。だから住宅とか自動車とか家具なんかはすごく長いんですけど、ただ長いだけなんですね。住宅だってリフォームもあれば建て替えもあるし、車も5年10年で買えるし、まあ、家具ちょっと僕分からないんですけど、長いからうちはリピートしないってわけじゃないんです。工務店さんとかでお話をすると、うちはリピートしんからって言うんだけど、リピートしないわけではないです。し、この間畳屋さん話したんですけど、畳の張り替えの期間だいたい5、6年、5年ぐらいですかね。それを超えるともうダニとかが湧き出すんですかね。らしいんですけど、知らないじゃないですか。知らないから僕とか、まあ、うちの実家は多分7、8年で変えてるんですけど、基準を知らないから僕ら5年で変えれない。その基準を教えるのが僕らの仕事なんですね。で、まあ、歯医者さんの予防の診療でその基準を教えることで売り上げが 192% になった事例とかあるんですけど、今日ちょっと割愛します。で、整体院さんはさっき言ってたような話ですね。基準を教えたの4回来ないでもあるので、うん、でちょっと時間思ったよりあれだったんで、焼酎師じゃないですけど、ちょっとワークを10分ぐらいかけてワークやっていただきたいなって思ってます。で、今までここまで僕が理論っていうのを話してきたので、ただ理論を皆さん今日覚えててほしいわけではなく、落とし込んだものを1個でもやっていただくことが目的で今日セミナーやってるので、うん、現状のビジネスモデルっていうのをさっきの逆三角形に書いてみてください。まあ、無料オファーっていう言葉が出てきてましたけど、さっきはあんまり無料オファーっていうのこだわらなくていいです。どうやって集客して、どうやって最初の取引を開始して、何を後ろで売っているか、でもっと掘り込んで、それを書いた後にもっと掘り込んでもらうために何かできないかなとか、フロントエンドからバックエンドにかけて、置いていかないお客さんを下ろすために何か工夫できないかなとか、バックエンドの価値を1日でも早く味わってもらうために何かできないかな、バックエンドは適切か掘れさせるためにもっと何か売れるものはないかな、さっきのカフスとかって言いましたけど、そういうものないかな、もっとバックエンドを買ってもらうためには、紹介したくさせるためには何かできないかな、ということをちょっと考えていただきたいです。